もし皆さんが新規客を倍増させたいのであれば、ね、2倍3倍と大きく増やしていきたいのであれば絶対にやるべきです。どんどんね環境が厳しくなっていくからこそ、1ヶ月後始めるんだったら絶対今やった方がいいですし、明日やるんだったら今やった方がいいわけです。こんにちは、ザ・レスポンスの清水です。いつもザ・レスポンスの動画をご覧いただきありがとうございます。僕ですね、ウェブ広告の責任者やらせてもらっているので、僕からですねウェブ広告のノウハウだったりとか役に立つ情報っていうのを定期的に配信しております。ぜひチェックしておいてください。で、今日はですね何をお伝えするかというと、YouTube 広告をやるべき3つの理由ですね、をお伝えしていきたいと思います。YouTube 広告なんか巷では良さそうだとか、結構最近、ね、YouTube 見てると広告出てくるなって感じてる方結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、実際のところどうなのか、でご自身のビジネスに合うのか使えるのかで使った方がいいのかで使うんだったら いつがいいのかとかね、そういったことをですね、この動画の中で詳しくお伝えしていこうかなと思います。もしあの YouTube 広告やろうかなというふうに考えている方はぜひぜひ見ておいてください。はい、じゃあまず最初にですね、結論から最初にお伝えさせていただくと、結論はですねこちらですね。もし皆さんが新規客、広告を使ってお客さんを集めていくわけですけれども、その新規を倍増させたいのであれば、ね、2倍3倍と大きく増やしていきたいのであれば絶対にやるべきです。絶対やるべきです。これがもし、ね、集客に上限があって、もう今例えば、店舗やられてる方とかで、もう席数が10席しかない中でもう今ねもう8人とか9人とか毎回ずっと入ってますと、これ以上集客にキャパありませんとかっていう場合はちょっとなかなかね使ってもあんまり意味がないですけれども、やっぱ YouTube 広告の一番の特徴はその爆発力、そのね集客できた時のドカンと大きく集客ができるっていうところが、まあ、一番の大きな特徴だと思っているので、もしですねその新規をもっともっと増やしていきたいで、増やしていくことによってビジネスがもっともっと大きくなるっていう方はぜひぜひやっていただけるといいんじゃないかなと思います。で、じゃあこの動画ではですね、なんでその YouTube 広告がすごく反応が高いのかっていうところについて、いろんなね、データとかを交えながらお伝えをしていきたいと思います。はい、で、3つの理由ですね、早速やっていきたいと思うんですけれども、まず1つ目、 YouTube 広告をやるべき3つの理由の1つ目は、競合が少ないということです。今競合が少ない、つまり今がすごくチャンスだということなんですね。どういうことかというと、まあ、YouTube でもう皆さんね必ず一度は見たことがある媒体だと思うんですけれども、世界的に見てもすごく大きな場所で、一応ですね世界で2番目にアクセスが多いサイトだというふうに言われています。ちなみに1位は Google なの で YouTube って Google の傘下のサービスなので、まあ、まあほぼほぼ一強みたいな感じなんですけれども、まあ、Google、YouTube が世界で最もアクセスが多いサイトであると。で実際にまあ見てみると20億人以上のユーザーがいて、世界ですよこれ、全世界で20億人以上のユーザーがいて、で1日あたり約10億時間のコンテンツが視聴されていると、まあ、この辺ちょっとね有名な話かなと思うんですけれども、10億時間、コンテンツが見られているわけですね。まあもう10億時間とかってわけわかんないですけれども、一応調べてみると10億時間というのは10万年ですね。10万年、10億時間というのは10万年で、10万年って言ったらどれぐらいかっていうと、今からちょうど10万年前が、石器時代ですね。旧石器時代って言われる時代で、要は原始人が火を使い出したりとか言葉を使い出したりとかいう頃がちょうど10万年前だというふうに言われています。要はそれぐらい長い時間の動画を全世界で人は1日でですね、1日でその動画を見てる、要するに相当長い時間みんな YouTube 見てますよということですね。めちゃめちゃ長い時間 YouTube を見てる、 YouTube 使う人がたくさんいて、で YouTube を見る人もたくさんいて、で一方でじゃあそこに広告を出す人たちってどれぐらいいるのかっていうと、実はこれ使われてる広告費、 YouTube で使われる広告費っていうのは Facebook の4分の1程度しかないんですね、今の時点では。実際に調べてみました。これは先月かな、先々月ぐらいに、まあ、決算が発表されたのでそれ見てもらうと多分皆さんもご自身で見れると思うんですけれども、Facebook の広告収入、要するに、広告費ですね、 Facebook で使っている広告費が、全世界で 3.5 兆円でした。 3.5 兆円
で一方で、YouTube の中で使われている広告費っていうのは、8700億円でした。だまあ、4分の1ぐらいしか Facebook の4分の1ぐらいしか広告費が使われていないということですね。なのでまあ何ていうんですかね、こう誤解を恐れずに言うのであれば、Facebook に広告を出す人の、まあ、4分の1ぐらいしか YouTube で広告を出していないというふうに捉えることもできるんじゃないかなと思います。もちろんね、広告の単価も違うし、種類も違うので一概に、4分の1程度しかいないっていうふうに結論付けるのはちょっと難しいとは思うんですけれども、まあ、要するに Facebook よりも YouTube で使われている広告費って少ないということですね、うん、少ない。つまり要はユーザーがたくさんいる場所で、ね、かつそこに広告を出す側の人間たちがそこまでまだ多くないっていう状態って、今これすごくチャンスの状態なわけですよね。要するにこう需要と供給のバランスが合っていないというか、出す先はいっぱいあるけれども、で見る人もたくさんいるんだけれども、そこに広告を出すっていう人がいない。ウェブ広告ってどういうふうにお金が決まっていくかっていうと、基本的にオークションで決まるわけですね。だ出す人がいっぱいいればいるほど、その決まった枠をたくさんの人で競い合うわけですから、どうしてもやっぱり値段って上がっていくわけですよ。これもウェブ広告の媒体必ず全部そうなってます。 Facebook もそうだし Google もそうだしね、新しく出た媒体っていうのは必ず少しずつやっぱ値段って上がっていくわけですね。それは出す人が多くなるから。でこれは別に YouTube も例外ではなくて、ね、YouTube もまだ今は Facebook とかに比べるとまだまだ少ないですけれども、すごく伸びてきてはいるんですね。どん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 競合が増えてきてはいる段階ではあります。それを表すのは多分こちらかなと思うんですけれども、その広告費の成長率っていうところも見てみると、要するにまあ前期と比べてどれぐらい伸びたのかっていうところで見てみると、 Facebook は 8% ぐらい、前期に比べて 8% ぐらいしか伸びてません、広告費の収入っていうのは。一方で YouTube の親会社 Google ですね、こちらね、 Google の成長率、広告費の成長率で見てみると 23% とかって伸びてました。でこれ 23% でもちょっと成長が落ちたなって言われてるぐらいです。その前は 34%、 3割ぐらいバーンと伸びてたんですね。これよりももっとすごい角度でぐんと成長してたわけです。まあ、23% でも相当成長してるなというふうに僕は思ったんですけれども、要するに何が言いたいかっていうと、今すごい勢いで成長してきてる広告媒体であるということですね。ユーザーはたくさんいる、でそこに広告を出す人たちもどんどん増えてきている。でどんどん増えてきてるっていうことは当然、ね、どういうことかというとライバルが増えてきてるということです。ライバルが増えれば増えるほど難易度もどん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 上がっていくし、新客の獲得できる単価コストっていうのもやっぱどん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 上がっていくわけですね。だからこそ、どんどんね環境が厳しくなっていくからこそ、1ヶ月後始めるんだったら絶対今やった方がいいですし、明日やるんだったら今やった方がいいわけです。いかにやっぱ早くスタートできるかっていうところがすごくポイントになるかなと思うんですね。これがまず一つ目の理由です。競合が今は少ないけれども、今すごく伸びてきてるから、どん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 これから上がっていくだろうということが、予想できますよということが、今やるべき一つ目の理由でした。じゃあ、二つ目の理由は何かっていうと、エンゲージメントが高いということです。エンゲージメントっていうのは少し難しい言葉ですけれども、日本語にすると関与とか参加させるとか巻き込むとかっていう意味があったりするんですけど、要するに意訳すると、YouTube にいる人たちはよく動画を見る、よくコンテンツを視聴するということです。要はコンテンツに対するコミットがすごく強いということですね。よく見る、よく見てくれるというのが、2つ目の理由です。どういうことかというと、 YouTube 広告の、メインの形っていうのはこのインストリーム広告と言われる形です。ご存じない方も多分一度は見たことあると思います。 YouTube 何か見ようとしたら必ず一番最初に広告が、必ずではないですけども、結構な頻繁な確率で広告が出てきて、で、5秒経ったらスキップできるみたいな、あれが、いわゆるインストリーム広告で、YouTube 広告って言われているものの ほぼほぼ9割以上はそのインストリーム広告だと思っておいてください。で要はそのインストリーム広告なわけですけれども、あれって5秒間 見ないとスキップできないですよね。つまり何が言えるかっていうと、最初の5秒間っていうのは必ず見てもらえるわけです。 YouTube 広告はどんなにダメな広告だったとしても最初の5秒間っていうのは必ず見てもらえるんですね。これってたった5秒かよって思うかもしれませんけれども、ウェブ広告で5秒見てもらうっていうのは実は結構難しいことなんです。どういうことか、
普通ですね、ウェブ広告っていうのは5秒も見てもらえません。これもちょっと調べてみてびっくりしたんですけども、 Facebook 広告ですねの平均的な広告の視聴時間は 1.7 秒しかないというようなデータがあります。まあまあなんとなくイメージできますね。例えば皆さんが Facebook とか Instagram 見てるときにパーッと投稿見るじゃないですか。多分一つの投稿に5秒間もかけないですよね。もう見ないものって本当に1秒以内でピュンピュンピュンとスクロールしちゃうと思うんですね。つまりウェブ広告ってそういうもんなんですよ。そのこの一瞬でいかに注意を引けるかっていうところがポイントなんですけれども、 YouTube 広告は今の仕様でいうと5秒間はスキップできないわけですから、5秒間は猶予があるわけです。5秒間あればヘッドライン一つ言えるわけですよね、相手の注意を引くためのキャッチコピー、フック、ヘッドラインを一言バンと言えるわけです。これがウェブ広告、その Facebook 広告とかだと本当にもう一言伝えられたらいいか悪いかとかね、あとはもう画像でやっぱいかに注意引くかとか、そういうところがやっぱポイントになってきたりするわけですけれども、そこが一つ大きな違いとして、あるかなと思います。あとは他にもですね、いろんなソーシャルメディアと比較してみると YouTube のユーザーっていうのは平均セッション時間、要するに YouTube 上で動画コンテンツ、これ別に広告に限った話ではなくて動画コンテンツを見る時間っていうのは平均すると大体40分以上というふうに言われています。まあ、1日の中で、ね、どうですかね、皆さんの場合はそんなことないかもしれませんけれども、まあ、世界的に平均で見るとまあ、大体1人40分ぐらいずっと YouTube の中で滞在しているということですね。要するにこう、なんていうんですかね、コンテンツをたくさん見る場所なわけですよ。やっぱ Facebook、Instagram に40分間いようってなかなか難しいと思うんですね。そのインフルエンサーとか Instagramer とかそういう人じゃなければなかなか40分間ずっといるってこと難しいと思うんですけれども、 YouTube ってあっという間にそれでできちゃいますよね。気づけば1時間経ってたとか普通にあると思うんですよ。まあ、これ僕だけかもしれないです。そんなことないですよね。はい、で要はそれぐらいこう見られてるわけなので、広告をまあ見てもらえる確率もすごく高くなるわけですね。で広告の注目度を高めたいって思ってるような小さい会社、中小企業にとってはこれはすごく大きいポイントになるのかなと思います。これ2つ目、エンゲージメントが高いってことですね。5秒間は見てもらえるし、単純に YouTube にいる時っていうのはもう結構動画を見る意欲がすごく高まっているので、見てもらえる時間っていうのもやっぱ比較的長くなりますよということ、これがエンゲージメントが高いということでした。そして3つ目の理由は何かというと、費用対効果が高いと。ウェブ広告を出して一番気になるところってかけた広告費の分売り上げ上がるかっていう、ただそれだけだと思うんですね。要はかけた広告費、例えば10万円かけました、ね、この10万円かけることが目的なんじゃなくて、10万円かけたことによってその分のお客さんが獲得できて、でそのお客さんからちゃんと将来売り上げが上がっていくっていうところが一番のポイントですよね。逆にそれが上がらなかったら別に広告なんて出す意味ないですから、自己満で出すわけでもないですし、なんかブランディングするために広告出すわけでもないわけですね。僕らみたいな小さい会社っていうのはかけたお金に対してどれぐらい売り上げが上がるか、売り上げが上がるのかっていうところが、まあ、ポイントになるわけですけれども、まあ、それは、ね、費用対効果っていうわけですけれども、やっぱ YouTube 広告っていうのはこの費用対効果は、まあ、今の時点ではすごく高い、すごく高いです、これはさっき言ったみたいなその競合が少ないから単価が低いっていうのももちろん関係はしてますけれども、あとはもう一つその YouTube 広告の、まあ、特殊な課金方法でこんなものがあります。興味がない人にはお金を払う必要はないというような、まあ、簡単に言うとそういう仕組みがあるんですね。これどういうことかというと、ウェブ広告っていうのはまあその性質上ですね、当然その見込み客じゃない人にもやっぱ配信されるわけですよね。で広告がたくさん配信されていて、その中のまあ大体どれぐらいですかね、 1% とか 2% とか、まあ、多くても 5% ぐらいのお客さんが実際に見てくれて購入してくれれば大成功みたいな、そういう世界なわけですね。要するにそれぐらいその見込みのない人たちにもウェブ広告というのはやっぱこう配信されちゃうわけです。これはまあ仕方ないことなんですけれども、別にそれが悪いことだとは思わないんですけれども、 YouTube 広告の場合はそういったそのなんていうんですかね、興味がない人にもお金を払う必要がないということです。これ下に書いてる通りですけれども、 YouTube 広告っていうのはですね、まあ基本的には最初の30秒を見なかった人にはお金を払わなくていいっていうような課金スタイルがあります。まあ、これ細かいこと言うと広告の形式によって多少違いがあったりするんですけれども、まあ、一般的にはというふうに思っておいてください。こういうのがあるんだなというふうに思っておいてください。
つまり広告を、まあ、最初5秒間スキップできないから必ず見ますよね。で、5秒経ってよしスキップしようってスキップしたら、その人には別にお金払う必要ないんですよ。で、お面白そうだな、なんか興味あるな、面白そうな、バーッと見ていって30秒ぐらい見て、あ、面白いな、30秒経った時点でその視聴に対してお金が、僕らはお金を払う必要がある。で、30秒見てくれてるってことは相当見込みが高い人ですよね。だから裏を返すとこういう仕組みがあるわけなので、裏を返せば興味がない人は30秒以内に離脱してもらったらいいわけですよ。だこういう人は別に見なくていいですよとか、ね、こういう人のための動画ですよっていうことをちゃんと最初の30秒の中で伝えることができれば、ね、興味ない人をそこで排除することができるので、当然やっぱりかかれる広告費も安くなりますよね。無駄な広告費を使わなくていいっていうことなので、当然やっぱり費用対効果も高くなるわけですね。これは非常に大きいポイントなんじゃないかなと思います。はい、ね、多分ウェブ広告やってる方からするともうね、奇跡みたいな機能なんですけれども、ね、こう興味ない人にお金を払わなくていいっていうのはすごい機能なんですけれども、それがね、できるのが、まあ、今の YouTube のインストリーム広告であるということです。はい、まあ3つの理由ということで、今競合が少ないっていうこと、そして、YouTube にいるユーザーは動画を視聴する、コンテンツを視聴することに対するエンゲージメントがすごく高いということ、そして3つ目が、費用対効果、かけた広告費に対するリターンがやっぱすごく大きいのが、まあ、今の状態ですよということですね。はい、まあ、だからこそで、やっぱりこう YouTube 広告って今すごく伸びてきていて、ね、これが例えば1年後5年後、ね、同じ状況かっていうとちょっと分かりません、うん、もしかしたらもっと競合が増えて、ね、競争が激しくなってるかもしれません。だからこそやっぱり今この時、ね、これ撮影してるのが、2020年の7月13日ですね、うん、今は、これが言えるので、うん、これが1ヶ月後1年後5年後やっぱ必ずその広告を出す側からするとやっぱ環境はやっぱ厳しくなっていくと思うんですね。だからこそ1年後始めるんだったら今やるべき、うん、1ヶ月後やるんだったら今やるべき、明日やるんだったら今日始める方が絶対にいいということです。まあ、ちなみに僕たちザレスポンスも2年前ぐらいですかね、1年前2年前ぐらいに YouTube 広告をスタートして、その始める前と比べると新客の数は2倍ぐらいに成長しました。それぐらいやっぱりインパクトがものすごく大きかったんですね。まあ、だからこそすごくお勧めさせてもらってるんですけれども、ぜひYouTube 広告やったことがないっていう方も、今の話を聞いて、よし、ちょっとやってみようかなと思われたのであれば、ぜひ取り組んでもらうといいんじゃないかなと思います。またうちでも、いろいろその YouTube 広告のやり方とか、まあ、簡単なその設定方法とかを解説するような講座も、時たまやってるので、もしそういった案内があれば、ぜひチェックをしてみてください。はい。いかがだったでしょうか。またこのチャンネルではですね、ウェブ広告に関すること以外にもマーケティングのこと、セールスのこと、経営のこと、そういったこともですね、定期的に配信しているので、もしよろしければチャンネル登録とかいいねとかしていただけるといいかなと思います。他の動画もまた載せておきますので、もしよろしければ他の動画もチェックしてみてください。はい、それでは今日はこれで以上になります。また来週もお会いしましょう。ありがとうございました。